ビスカヤ橋は、スペインのネルビオン川にかかっている、世界最古の運搬橋である。ビスケー湾に面した、港湾都市ビルバオの川口付近にあり、ポルトゥガレテ地区とゲチョ地区を結んでいる。地元では単に、釣り橋、運搬橋とも呼ばれ、また、左岸の自治体名から、ポルトゥガレテ橋とも呼ばれている。ビスカヤ橋の周辺では、ジャズ、ホーク、合唱、ダンス、 水彩画などの国際イベントが開催されることもある。2016年10月8日の NHK ピタゴラスイッチのそこで橋は考えたのコーナーで紹介された。キュスターブエッフェルの弟子の一人、建築家のアルベルト・パラシオによって設計され、1893年にビスカヤ橋が完成、開通した。運搬橋という景色はビルバオに向かう。 海上交通の妨げになることなく、また長い傾斜路を持つ巨大な橋を作らずに済む解決策だった。吊り下げられたゴンドラで人や車を運搬するための世界最古の運搬橋であり、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなどの地域で運搬橋のモデルとなった。2011年時点でヨーロッパに現存して稼働中の歴史的運搬橋は、ロシュフォール・マルトルの運搬橋、ニューポート運搬橋、 オステン運搬橋、ビスカヤ橋の4橋のみであり、南アメリカでは、リアチュエイロ運搬橋の1橋のみである。スペイン内戦時には4年間上部構造が爆破されて、通行不能になったことがあったが、それ以外は現役である。ゴンドラ運搬橋の長さは164メートル、水面からの高さは45メートルである。ビスカヤ橋のゴンドラは164メートルの距離を2分弱。 かけて渡る。ゴンドラは6台の自動車と300人ほどの人間を運ぶことができる。運行は24時間営業で8分ごとにゴンドラが行き来している。運賃はビルバオ都市圏の交通と一体化しているためバスや地下鉄と同じクレディトランスという交通カードが使用できる。また観光用の歩道が上部構造に組み込まれており50メートルの高さから 港や湾を眺めながら歩いて渡ることができる。2006年7月13日、ユネスコの世界遺産に登録された。軽量鉄ケーブルの使用が画期的であり、産業革命期の顕著な建築学上の鉄構造物とみなされた。ベルギーのサントル運河のボートリフトなどと並んで、近現代の技術進歩の足跡を称する世界遺産である。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。